みなさんこんにちは。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 ちょっと声が枯れてますね。はい。学校で叫びすぎなんだよ、あきちゃん。リップスティック光線。リップスティック光線だよ。今日はドラえもんのふわチョコモナカチョコ抹茶いちご味を食べるよ。イエーイ。おやつの時間ですね。それと食べながらだいぶ前買ってたドラえもんもっと不思議のサイエンス。どんどん上、どんどん前。でちょっとこうすごいこれ本屋さんでね気になって何個か買ってきたんだけど、これ面白そうだからさ、食べながら遊んでみましょう。めっちゃ面白そう。はい、最初はグッジャンケンポイ。やっぱい。シャフルシャフル。はい、しました。かねちゃんはチョコレート味といちご味がいいです。抹茶はちょっと苦いので。はい、上下真ん中どれがいいですか。じゃあ上。上。ちゃんは？抹茶。真ん中。じゃあパパが一番下でいいね。はい、出します。お願いします。お願いします。はい、上。抹茶だー。パパ抹茶がいいから。やったー。やったー。いただきます。これね、何回か食べたことあるけど、これめっちゃ美味しいよ。ピラトーが入ってるそうだよ。誰か一人ずつ話したら。お、ハート。メガハートだ。こっち側は2個。へえー、そうなってるんだ。すごい、今日初めて気づいた。これはすごいね。ふわチョコモナカ、抹茶といちご味があるけど、中身に入ってるんだって、味が。そりゃそうだよ。これってさ、お目目は、あれ？ハートがないよ。同じだね。ほら同じ。あきちゃんラッキー。あ、ラッキーなのかな、そっち。よかったね。いきます。いただきます。おいしい。うん、これはおいしいね。甘い。うん、これは空飛ぶダブルプロペラドラえもんだそうです。ね、これ見る感じで、うん、どう見ても発泡スチロールに見えるんですけど、軽く作ってあるんだよ。手回し発電機を回して飛ばそう。だから電池はいりません。ここが箱に。見たことある銀河望遠隊。望遠隊じゃなくて防衛隊。本なんだけど箱がひっついてるタイプになってます。じゃあここから開けましょうか。おー、すごい。やったー。ちっちゃー。簡単な組み立て、これ大好き。あ、そう。はい、じゃあめちゃくちゃちっちゃい。こんな感じ。押さえている部品を確認しましょう。ドラえもんのお尻。お尻？ドラえもんの頭。お尻、お尻、お尻。ドラえもんの前。ギアパーツ。ギアパーツ。で、手回し発電機。お、これ。プロペラ。で、行動固定板3枚。え？ 1 枚は使用して、2枚は呼び出そうです。ほい、じゃあ作りましょう。どこに入ってるかわからん。あ、ほんとだ。透明のやつだね。透明だから見えねー。うんうん、はい、ドラえもんの前にドラえもんの頭をまず取り付けましょう。取れました。軽い。軽い。これめっちゃ軽い。壊さないでね。40秒以上飛ばしたらダメだそうです。よし。1、これ見てください。ドラえもんの前にドラえもんの頭を取り付けます。石頭。あ、ドラえもんって石頭だよ。そうなの。うん。セット。カキーン。かわいい。後ろツルツル。はい、ギアパーツの軸にプロペラを取り付けます。おお、楽しそう。お尻は最後です。おきた。フリフリフリ。あ、マントつけてる、はい、こっちが発電機でこっちがギアパーツだね。ギアパーツの軸にプロペラを取り付けます。うわー、うらら。ふわチョコモナカだけじゃちょっと足りないから、これフリッポップかい。わあ、楽しそう、これ。かわいい。はい。しっぽ。ふりふりふり。コード固定板を折ったそうです。おお。うらら。こんな感じで、90度に折ります。わかるか。90度って直角？直角、うん、直角に折ります。見えづらいけど、差し込みます。みんな見えなかったら説明書を見ればいいよ。で、ギアパーツをドラえもんに、ドラえもんに。ここにこう。そしてこれで、うらら。赤黄色緑。これで飛ぶの？本当に。お尻をはめました。かっこいいね。で、かわいい。この穴にコードを入れます。
お団子で見えにくい。まあ難しいな。難しいよ。完成。イエーイ。飛ばしてみましょう。どっちが勝った？はい。ちょっと片付けてください。うわ楽しそう。テーブルの上に置くんだって。テーブルの上にこんな感じで置くそうです。へぇ。左手を動かさずに回すのがコツ。はい、飛ばしてください。はい。おお、ストップ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 、すげえ。回ったぞ今。楽しい。おお。カメラに映んないねこれ。怖い。今度ね。思いっきりだよ。すごい。あ、立ってやった方がいいのかな。怖い。なんだよ。体当たりしてきた。勝ってだよパパ。じゃあこれどうやって撮ろうか。なんだよ。ちょっとなんでアキちゃんの方に向けるの？どうやって撮るかね。うわー。うわー。どっちでそっち行く、ドラえもん。ああ、なんでそっちに行くんだろう。ダメ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 。いつもこっち行くんだけど、この人。なんでこっち？いや、あ、あ、なんかすごく安定しないね。何よ何よ。かわいい。えー、なんでこっち来るの。あ、かわいい。ギンギン飛ばないじゃないか。っこっちでこう来るなら、こっちでこう来る。おあ、お、いい感じ。お、お、いい感じ、いい感じ。ちょっとパパ、ドラえもんこっち向いて飛んでくれるかな。だからドラえもん、ドラえもんこっちじゃないってば。だからドラえもん。どうすればいいんだこれ。飛んでる飛んでる。かわいいドラちゃん。あ、回ってる回ってる。おい。あ、上手上手上手。えらいパパを攻撃してくるんだけど。めっちゃ危ないんだけど。面白い。なんでパパ、あぶねえ。いけない。いや、すごい、これ面白いね。あ、ごめん。また来てる、また来てる、また来てる。ドライバーが面白かった。これはパパを攻撃した。あー、面白かった。やつタイム。飛ぶからすごいよね。うん、うん、びっくりした。意外に安定はしてないけど、本当に自分の手で飛ばせるっていうのはすごくいいね。うん、うん、自分が飛んでみたい。電池がいらない。このドラえもんがすごくよくできてるね。ちょっとね、難しい。暴れん坊すぎてね。今日はふわちょこもなかと空飛ぶダブルプロペラドラえもんで遊んだよ。パパさんどうでした？え、このシリーズはすごく面白かったから、何個か買ってるから次もまた遊びましょう。はい。あきらさんはどうでしたか？ね、これがあのこうやってやるのが楽しかったけど、全然あきちゃんが行きたい方向に行ってくれなかった。そうそう。
操作が難しい。操作はできないね。どこに行くっていうのはなんか操作はできない。さっきパパに体当たりしてたけどちょっと怖かったけどね。まあ面白かった、すごく。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバーイ。旅を操作、いいね、楽しいまたする怖くない？よし、飛ぶ中は白ー。飛ぶ前のこの姿が間抜けだよね。よし、飛ぶ中ー。高く飛びすぎ。うん、すごい